あれ久々に過去一出たかも。はお。ベッチさん。ベッチさん。ベッチさん。ホール。ハッピーバースデー、ツーユー。よ。はい、今回はウニ豆腐キャンプ飯ということなんですけど、以前生配信生居酒屋大波で僕の激推しおすすめおつまみ紹介したと思うんですけど、こちら相模屋のウニのようなビヨンド豆腐、これがめちゃんこバカうまだったんでね、今までそのまんまわさび醤油でしか食べてなかったんですけど、これねググってみたら結構アレンジしてんなと思って、いろんな人がで、その中でこんな僕でも作れそうな超簡単アレンジキャンプ飯、それでやってみたいと思います。まあ外でやりたいこといくつかあるんですけど、梅雨だしちょっと今日は時間がないんで、本当に超簡単にサクッと作れるキャンプ飯3品作ります。では早速作っていきましょう。今回使う食材はこちら。はい、3品作るんですけど、実際に火を使うのは1品だけ、メインディッシュだけですね。メインディッシュはパスタ。ママーうーって食いんかバカ野郎。落ち着け落ち着け、早くしないと。なので残りの2品はもう添えるだけっていうか、まあ火使わないんで、こっちをまあ茹でてる間に2品作るみたいな感じかな。あ、じゃあまずウニ豆腐を出しとくか。ちょっと時間がなさすぎてテンパっておりますが、出すとねこんな感じ、プリンみたいなのよ。本当にこれはねそのまんま食べてもバカうまなのよ。もううまい、ウニの味すんのよ本当に。信じられない、ほらプリンみたいでしょこれ、プリン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 。でもこれがね本当にウニの味がして、絹豆腐みたいなクリーミーなウニみたいな、もうバカうまなんですよ。ではこれをアレンジしていきましょう。じゃあパスタを茹でるお湯を沸かします。メスにも最近使ってなかったからちょうどいいっしょ。いつもこれでびっくりする。パスタは1束1人前。これはこっち置いといて、それでは火を通さないやつを作っていきましょう。おしゃれにいきますぜ。1品目使う食材のクリームチーズはレジェンドのキリキリキリ。それビーズだからね。歌詞知らんのかい、その前に。落ち着け落ち着け。2個使うか。ブロックのクリームチーズ2個。熱い、窓閉め切ってるから熱い。はい、前回作ったスプーンね、今回も出番が来ました。これをまあちょっとこうやってちょこんとこんな感じね。これにご飯ですよ、海苔の佃煮ですな。これをまたクリームチーズの上にちょこんと、うん、こんな感じ。ちょいと醤油をかけます。ちょいブラックペッパー。1品目完成ですよ、もうおしゃれだね。じゃあ次2品目、ローストビーフときゅうりの千切り、もう事前に切りました。それでウニ豆腐を入れると。ははあ、そういうことか。よくありますね、ウニと肉合わせた料理、ウニクですね。そのまんまつなげただけかい。おいが、お湯が沸いた、一旦止めよう。熱い。でまたここにウニを乗せて、でキュウリの千切りを添えて、またブラックペッパーをかけて、これもちょっと醤油かけます。はい、あっという間に2品目のウニク完成。じゃあパスタ茹でていきましょう。熱い、そりゃ熱いに決まってるよ。落ち着けよナミ。まず塩入れます。パスタ1束入らないから折るか。メスティンでパスタ茹でるの初めてだな。折るよね、よく。よし、あーやばい、熱い。そうなると思ってたんだ俺、未来予想してるから俺。うん、あっぽんぽん。これ3分、時計がない、ほっとけバカ野郎。今16分、3分だからな。食べたい気持ちもマウンテンマウンテンですけど、マウンテンマウンテン山々だろバカ野郎。もうあっちもうおさおしちゃって、もうバカ野郎。落ち着け、本当に時間がないんです。1分経過。まあいいや、喉潤そう。そうだそうだ、だからテンパっちゃうんだ。はい、いい音、水分補給、すみません。本物のウニじゃないからね、痛風怖くねっぴゃ。だからビール買っちゃった。とりあえず先にフライング喉鳴らし、ヒューヒューいこう。全部泡、泡でもうまい。よし、3分経過。結果じゃない、3分経過。早茹でパスタだから集中。
あ、どうする、ここに盛りたいんだけど、まずここにまだウニ豆腐があるんで、ここに入れて混ぜます。お湯切ってザブーンって入れて、これを混ぜます。つい、いいぞいいぞ。いや、やってみたかったんだよこのウニ豆腐パスタ、すげーうまそうだったからさ。これでここにちょいとだし醤油をかけます。ちょーこぼしてしまった、ちょいとで、また混ぜて、あ、そうだ、ここにバター入れんだった、忘れてたなんかぬめりがないなと思って、そうだ熱々のうちに入れないと。バター 10g、 これを混ぜると。そうだそうだ、うっかり忘れてた、これ熱いうちにやんなきゃね。お、早速テカリが出てきました。いい匂いだし、いい色、いいね。横山健もびっくり。 OK、 うわっ、うまっ。それじゃあここに刻みネギ、そして刻みのり、おー美しいね。最後に残しといたウニ豆腐、追いウニ豆腐ですよ、ちょこんと。メインディッシュのウニ豆腐パスタできた。さあさあさあ食べていきましょう。何分でできた？10分15分じゃない？あ、そうだ、クリームチーズの方はわさび乗せるの忘れてました。なんでこうやってわさび乗せてください。それじゃあ順番に食べていこうかな、このクリームチーズ。では1品目、 Here we go。うわ、うまっ、信じられない、想像以上にバカうまでした。さっぱりだけど濃厚で、海苔の佃煮がいいアクセント。うわ、これお酒泥棒だ。わー、すげえ、やってよかったこれ。これじゃあ次、2品目のウニクですね。よいしょ、では2品目のなんちゃってウニクいってきます。 Here we go。うわ、マジウニクだこれ。これはおお、バカうま。うわ、これもクリームチーズに引けを取らないぐらいのバカうまですよ。落ち着け落ち着け、ちょっと待って、これもお酒泥棒ですね。おいおいおい、早いよ。じゃあまあパスタいこうかね。うわ、トラブル発生、バッテリー切れだ。バッチェン、 F1 並みに交換するぞ、早く早く。よし、 F1 並みの速さでバッチェンしました。次はメインディッシュのパスタ行ってきましょう。はあ、これいいぞ。じゃあいただきます。 Here we go。 もううまい。ちょっと待って、これ信じられないぐらいバカもなんですけど、これもちょっとブラックペーパーかけてみよう。濃厚、うわ、想像以上にバカうま。うわ、これはビール泥棒発生しました。ちょっと待って、そのまんま食べるよりすげえうまいんだけど、全部これは飲みすぎ案件ですよ。まだちょっとやることもあるから、ちっちゃめのね、日本酒をワンカップ買ってきました。これはやばい。うん、からのコゾロップに染み渡るぜ。合う、うわ、これ日本酒泥棒にもなる。あれ、久々に過去一出たかも。はん、うわ、一瞬でペロリだよこれ。マジかよ、信じられない。うめえ、がむしゃらに食べちゃうなこれ。だってもうバカになったもん。ああ、ペロリだよもう。ペロリ、ごちそうさまでした。やべ、マジでうめえこれ。はい、ウニ豆腐アレンジキャンプ飯でした。いや、今回は久しぶりに過去一のキャンプ飯出てしまったですね。いや、もちろんね、そのまま食べても美味しいんですけど、アレンジしてみたらまあびっくり、何段階も上回るバカうまさでね、本当にびっくらこいた。これ1個199円なんですけど、今回はこれ1個を使ってで3品作ったんで、もう十分すぎるボリュームです。あまりにもバカうますぎて、やることあるのに短時間で飲みすぎてしまった。
バカ野郎。いや、そんぐらいお酒泥棒です。いや、これキャンプに持ってってアレンジキャンプ飯で出してみたらもうモテモテだどってぐらい万能なおつまみです。皆さんもぜひスーパーで見つけたら買ってみて、アレンジキャンプ飯やってみてはいかがでしょうか。今週はこんな感じ。それでは皆さん、また来週。フェノト。めっちゃおしゃれじゃん。あ、おならしちゃった。